1> ここ一年で iPhone の音声入力が一気に進化したので、スマホで音声入力を最近、可音声入力に慣れてくると、キーボードを使うのがだるくなってくるぐらいすご。キーボード入力との大きな違いは、スマホで寝転びながらでも入力できるってことで、ことです、ことです。パソコンに比べて色々な時に入力ができる。要はキーボードっていうのは、パソコンを開いて少なくともキーボード叩けるような姿勢を作らないといけないけれども、音声入力だったらスマホだから本当に自由度が高い。自由度が高いってことは、文章を入力するときの最初の一歩がろんな状況で作れる。 作れるってことなんです文章を書くときに何が一番の壁かというと最初の一歩なんですよ最初に書き始めさえすれば後は普通に続くんだけれどもそれがなかなか難しいでもスマホの音声